どうもお世話になっております、ピーチスと申します。本日もドキドキリタレーチャークラブドキドキ文芸部の実況プレイを始めさせていただきます。さあ今回は第2週目の第2回目の忍び見せ合い、それを終えたところからのスタートですね。ちょっと前回はなつきちゃんの首がパキッつっちゃったり、ゆりちゃんのヤンデレ度がマシマシになっちゃったりね、ちょっと怖くなっちゃってやめちゃったんですが、今回はもう殻を決めてやっていきたいと思います。よしみんな、もうお互いの詩は読み終わったわよね。今日はもう一つやることがあるから、みんな部屋の前の方まで来てくれる？ああ、なんか文化祭では詩の発表しましょうみたいな感じの話じゃなかったっけ。文化祭に関係あること？ええ、まあね。うう、本当に文化祭で何かしなきゃいけないわけ？あと数日しかないのに何かしやろうとしたって何もできっこないわよ。新入部員も入ってこない上に恥をかくだけよ。私も心配です。そうそう、みんなね、こう文化祭に対しては後ろ向きなんだよね、二人とも。あまり時間がない状況で準備するなんてうまくやれないですし。そんなに心配しないで、簡単なことにするからね。みんな聞いて、ピーチスくんが入部して新しい活動を始めてからみんなも活発にはなってきたわ。何この発言、ちょっと待って、活発とかちょっと意味深な感じだよね、モニカちゃんが言うと。でもこれで満足してしまうにはまだ早いわ。この部には未だ4人しかいない。そして文化祭こそが私たちにとってもっと部員を獲得する唯一のチャンスなのよ。まあ、文化祭頑張ろうみたいなスタンスは変わらないですね。新しく部員が入ってくるってそんなにいいことかしらね。正式な部として認められるだけの人数は満たしているんだし、部員が増えたところで騒がしくなって面倒が増えるだけよ。夏希、そういうことじゃないのよ。あなたのうちにある情熱をできるだけ多くの人たちにも知ってもらいたくないかしら。私たちを文芸部へと導いたこの気持ちをその人たちにも見つけてほしいと思わない？まあここら辺なんか気持ち悪いね。なんか同じ場所と違う場所がこう入り組んでて、文芸部は他のどの場所でもできない、自分自身を表現することができる場所でなければいけないのよ。そこを離れたくないような居心地のいい場所でなければいけないのよ。あなたもそう思っているはず。私たちみんなそう思っているはず。なんかちょっと違いますね。なんかちょっと違う。あ、そんな離れたくないような場所にしたいみたいな、そんなの言ってなかったような気がするんですよね。だから文化祭のためにみんなで何かやらないと。たとえそれが小さなものであってもね。でしょ、ピーチスくん。ああ、ちょっとピーチスが嫌だと言えないことを利用するのはやめなさいよ。確かに私に選択肢も与えられませんでしたからね、今ああって言っちゃったもん。ねえモニカ、私たちがここに入部するときに人のことなんて考えてたなんて本当に思ってるの？ユリはピーチスが部に入るまで誰かとおしゃべりすることなんてなかったのよ。私はうちにいるよりはこっちの方がまだマシなだけ。ピーチスなんて最初は文学への興味すらなかったし。なんかみんなが消極的ですみたいな感じの発言になってるね、夏希ちゃんは。みんなこんな感じよ。悪いけど新入部員を見つけようとしてるのはあんた一人だけよ。そっか、やっぱさよりちゃんがいないとみんなの気持ちが一つにならないんだ。私たちは現状のままでいいと思ってる。いくらあんたが部長だって言っても私たちの意見もちょっとは聞いてよ。はあ、モニカは夏希の言葉に明らかに圧倒されている。ああ、モニカちゃんが夏希ちゃんに圧倒されることなんてあるんだ。それは違うわ。ユリもピーチスくんも部員がもっと増えてほしいと思っているはず。夏希ちゃんだけ、そんな夏希ちゃんをぼっちにしなくてもいいよ。私微妙だわ、ちょっと部員増えるの。さよりちゃんっていう人増やそう。じゃそうでしょ。ああ、もう何も言えないよそんなの。ユリの気持ちはわからないが、俺に関して言えばそれについては関心がない。モニカが期待しているほど俺が部員獲得に熱心だと言えばそれは嘘になる。それでもこの状況を何とかしなければいけないだろう。その いえ、夏希の言うことの方が正しいのよね。この部活は少ない人数で楽しくやる以上のことをするような場所じゃなかった。どうして私、みんなが同じ思いだなんて考えちゃったのかしら。まあ一周目が同じだったからだろうな、きっと。モニカちゃんは一周目の記憶もおそらく引き継いでんだよ。うん。だからといって
俺たちが新入部員を集めることに反対なわけじゃ。ピーチス君、どうしてこの部活に入ってくれたの？いや、なんかそのこの部活入らないと正式な部活に認めてくれないって言ってたしさ。入部することで何を手に入れようと思っていたの？それ幸福？何幸せとか言ってたけど、これは正直に答えてしまっていい質問ではないだろう。女とは言えないよね。いえ、あなたに入部しないという選択肢はなかったわよね。そう、モニカちゃん、選択肢とかなんかちょっとめたいな発言が。まあ確かにその普通の流れで選択肢って言ってくれれば普通だけど、モニカちゃんが言うとめたいんだよな、なんか。モニカは椅子に座り込み机を見つめる。こんなことをして何になるの？この部活を始めたのも間違いだったのかしら。もう絶対これ協力するとしか言えないよ。もうやってしまいましたね、夏希ちゃん。いや、ゆりちゃんもだよ、ゆりちゃんもみんなだよ、みんな。何？私のせい？私はただ自分の思っていることを言っただけよ。正直なことが悪いっていうの？ね、3人とも思ってたぜ、きっと。それはもっと俺たちの意見も聞いてほしいみたいな。そういうわけではありませんが、言い方というものがあるでしょ。でも言わなかったからね、2人、ピーチスとゆりちゃんは。ね、それはもう長所と短所の裏返しみたいな感じですよ。それにああいう風に他の部員を代表しているかのように話す権利はあなたにはありませんし。おい権利とかそういう仲？そういう仲なの？私たちは権利とか義務とか。あんた何も分かってないのね。私はただ何人かの友達と楽しく過ごせる場所が欲しいだけ。文芸部が私にとって居心地のいい場所で何が悪いのよ。こういう場所は私には他にいくつもないの。それをモニカが私から取り上げようとしてるのよ。取り上げるだなんて、そんな。違うわ、ピーチス。今まで通りにはいかない。モニカの方向性じゃこの部は変わってしまうわ。そうなるなら最初から他のくだらない部活に入部してたって同じだったもの。それでもここにこだわるのはほんの短い間だったけど、ここが楽しかったから。なんか首ポーンってなったり、なんかめっちゃバグったりしてたけど楽しかったんだねそうなんだ。まあ喧嘩の記憶もなくなってるしね、都合よく。夏希は荷物をまとめ始める。いや、いい子なんだよ、夏希ちゃんは。本当にゆりちゃんもいい子だけどさ。帰るわ、今はここにいたくない。夏希ちゃん。夏希はゆりを無視し教室の外へ出て行った。待って、この感じさよりちゃんがこんな感じだったから、ある意味次あれ夏希ちゃんがやばいんじゃない、今回。え、困りましたね。どうすればいいんでしょうか。ゆりは文化祭についてどう思ってるんだ。まだ不確かですが、多分私も同じ意見だと思います。誰と？いや、いいよ、もうほんと、もうそういう流れじゃなかったじゃん。そういう流れじゃなかったじゃないですか。あの目障りなクソガキなんてどうでもいいでしょ。セーブ今の静かで心地よい文芸部が気に入ってるというか、私はあなたと過ごしていられればそれでいいですし。あ、戻った、いつものゆりちゃんに戻ったわ。しかし私は副部長ですから。そうか、今回は副部長なんだね。その責任は果たさなければなりません。うわー、もう本当にいきなり来んなよ、本当に。だ、流れってもんがあるだろう。だからあれがたとえ自殺したって誰も悲しみませんよ。右目ポーンって、右目からチョーンって出たけど、なんか血みたいのが。大丈夫なの？目と閉じてるけど。え、部員全員の思いを考慮して文芸部にとって正しい決断を下すように努力しなければ。ピーチスさんはどうですか。いやー、もう全然頭働かないよあなたはこの部活から何を手に入れたいと考えているんですか。いや、手に入れたいというかさ、高校生活をエンジョイしたいなって思いますユリは先ほどのモニカと同じ問いを投げかけてくる。曖昧な答えでも何も言わないよりかはマシだろう。一番大切なことはみんなが仲良くやっていけることで、あと文芸部が何か特別なものを与えられるようにすることだと思う。大事なのは部員の数というよりそれぞれの部員が持つ特
職だ。それが文芸部が特別な場所になるってことなんじゃないかな。ピーチス、なんか真面目かよ。こんなバグに見舞われてんのに。なるほど。あなたに心の底から同意します。それぞれの部員がそれぞれの特色で貢献する。部員が変われば部の持つ特色もまた変わる。それは必ずしも悪いことではないと思います。時には心地よい安寧からも外へ踏み出してみなければ。もしあなたが文化祭のことで、もう待って、目から血出てるよ。目から血出てたよね今。ほら、テキストに夢中になってて気づかなかったけど、なんかおかしいな、雲でもいいのかなと思ってたけど目から血出てるわ。あれ嘘じゃなかったんだ。もしあなたが文化祭のことでモニカちゃんを手伝いたいならば、私はあなたに味方します。そうだな。明日夏希ともこういう話ができるといいけど。ユリはうなずく。ねえユリ。え、その昨日あんなことはあったけど、あなたは今でも素晴らしい副部長だっていうことを言っておきたいの。まあ、基本的には仲いいんだねみんな。なんか複雑だな。それに友達としてもね。モニカちゃん、私この部を良くするためにできることは全てやりたいの。分かってくれる？私もです。うん。今日はもうみんな帰りましょうか。文化祭については明日話しましょう。はい、楽しみにしています。行きましょうか。ピーチス、一緒に帰んの？あ、変な意味に取らないでほしいんだけど、帰る前に少しピーチス君と話がしたいの。ここで過ごす時間についてどう考えているかとか。やだやだ、話したくない。二人きりになりたくない。部長として聞いておかないといけないから。ゆりちゃんとも二人きりになりたくないわ。夏希ちゃんが一番まともかな、みんなの中では。ゆりは少し困っている様子を見せるが、異を唱えることはしない。わかりました。あなたの判断を信じます、モニカちゃん。それではお二人ともまた明日。また明日ね。モニカは教室を出ていくユリに向かって手を振る。ふう、最近はいろいろ目まぐるしいわね。ピーチス君に残ってもらったのは、ただこの部活で楽しめているかどうかを確認したかっただけ。あなたがつまらなそうにしているなんて耐えられないもの。部長として責任を。待って、なんか後ろノイズ走ってない？私あなたを本当に気にかけているのよ。あの二人があなたに手を焼かせるのは見てられないわ。いや、そんなことないですよ。もうね、ゆりちゃんとかちょっとバグりますけど可愛いですし、はい、夏希ちゃんは特上で可愛いですし、はい、夏希はいろいろ困らせてくれるし、ゆりもちょっとね。ああ、時々ここではあなたと私だけが実在の人物だと思うことがあるわ。この言葉の意味わかる？いや、ちょっとわかんないな。いや、わかりたくないっつうか、なんつうかな。うん。でも変な話よね。あなたはいつもここにいるのに一緒に過ごす時間があまりないなんて。つまり厳密に言えばまだ数日しか経ってないだろうけど、ごめんなさい、変なことを言うつもりはなかったのよ。あなたと話したいことがいくつかあるの。あなたにだけ理解してもらえることよ。どういうこと？だから待って、まだな、何、止まって。え？おい、てめえら、チャンネル登録を忘れんなよ。Boom!